こんにちは、英語のチーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。さあ、前回の動画でご紹介したこちらのためです。口径が12、深さが29というとんでもない鬼深胴タムです。無事完成しましたので、今日はサウンドチェックを行いたいと思います。で、こちらのタムと比較するために、私がいつも使っているのがこちらです。パールの口径12、深さも12というメープルでできているシェルなんですけど、これそれともう一つ、まあ、今セットに組んであるんですけど、こちらの口径が12、そして深さがこれ 7か8ぐらいなんですけど、シングルヘッドタム、この3つをですね、叩き比べてどういう違いがあるかやってみたいと思います。それでは、ということでいかがだったでしょうか。もう音の方向性が全然違うので、まあ、これはこれで面白いかなっては思います。私は、基本超深胴のタムしか使いませんので、もしくはメロディックタム、シングルヘッドタムですね、この2つをメインに使ってますので、この黄色いタムは、まあ、これから参加させようかなっては思ってもいます。次は、まあ、時間があればバスドラムですね。バスドラムを3つぐらいジョイントしたやつをちょっと作ってみたいなとは思ってます。それではご視聴ありがとうございました。